はい、今月の生活費。今月もありがとうございますエリートな旦那様のおかげで、こんなご時世なのに専業主婦ができて私は幸せ者だわ俺は高い家に望む。妻幸恵が言う通り、32歳にして年収1400万円を稼ぐエリートだ。月の手取りは約60万、ボーナスは400万。この年にしては稼いでいる方だと思う。去年ミツルと名付けた息子にも恵まれ、絵に描いたような幸せ家族っぷりに拍車がかかった。でもまだ足りないものがある。そう、夢のマイホームだ。息子の将来のためにいい環境を整えたい。欲を言えば誰もが羨む一等地に住みたい。でも都心だと億超えだもんな。お、タワマン5階が8000万円。俺が目を留めたのは新聞折り込みチラシだった。即完売して話題になったタワマンの中古物件が紹介されている。これなら手を出せる金額だ。5階か。高層階じゃないけどタワマンであることに変わりはないよな。同僚や友人に羨ましがられること間違いなし。よし、ここに引っ越そう。まさか本当に買っちゃうなんて。俺は有言実行の男だからな。半年後、俺は憧れのタワマンに引っ越した。35年のフルローンで、月の支払い額は約22万円。金利を含めると、総支払い額は9000万を超えるプランだ。でも、エリートな俺なら、繰り上げ返済できるだろう。さっきエレベーターで一緒になった子、ゲーマイで花の幼稚園の制服を着てたわね。しっかり挨拶できて。やっぱり有名私立幼稚園の教育はすごいのね。ここの近くだもんな。ミツルもそこに通わせようか。あそこの受験がどれだけ難しいか知ってる？これから勉強させても間に合わないわ。それに学費もかなりするわよ。でもいい教育を受けさせたいだろ。花野じゃなくてもいい私立幼稚園に行かせよ。調べたところ、幼稚園にかかる費用は1年で45万円だった。年少保育からスタートさせたら、卒業まで約150万。俺に払えない額じゃない。そもそも、タワマンに住んでいて教育費をケチるなんてできない。そして、3歳の年を迎えると、息子のミツルも私立幼稚園に入園させた。同じタイミングで任される仕事が増えてきた。少しずつだが、給料は上がっている。息子のために頑張って働かないとな。ただいま。大きな声を出さないで。ミツルが起きちゃうじゃない。別に大きな声は出してないだろう。この時間にしてはってことよ。ご飯はどうする？課長に誘われて食べてきた。そういう時は早く連絡してよね。わざわざ起きてたんだから。ああ、悪かったよ。家事が仕事なんだから、旦那が帰る時間くらいまで起きてろっつーの。帰宅時間が遅いのは家族のために働いているからだ。それなのにこのところ幸恵はやたらとピリピリしている。ねえ聞いて、今日ママ友がね。また愚痴か。今度聞くよ。今日はシャワー浴びて寝る。あっそ、そう言って聞いてくれたことはないけどね。なんだよその言い方。だから声を荒げないで。私もう寝るわ。あなた宛ての手紙テーブルの上に置いてるから。幸恵は不機嫌そうな顔のまま息子が寝ている部屋に行ってしまった。誰のおかげで専業主婦になれてると思ってるんだ。俺はテーブルの上に置いてあった手紙の封を切った。ああ、固定資産税の話か。家賃以外にもこんなにかかるのは計算外だった。売り値の8000万円以外に毎月管理費と修繕積立金、そして駐車場代がかかる。駐車場代だけで毎月5万。大学時代の家賃と同じ額だ。そのことを飲み会で話すと、ジムの女の子はとても驚いていたっけ。でもそれ以上に憧れの色が浮かんでいた。奥さんが羨ましいとも言ってたな。俺が住んでいるのはみんなが羨むタワマン。海外旅行みたいな贅沢はできなくなったけど、この家を買ってよかった。息子が年長組になった頃、郵便受けにランドセル関連のチラシが増えた。有名ブランドもランドセルを出してるのな。これなんて15万もするわよ。うちはどうする？
学校指定のを買えばいいだろ。指定？実は前から考えてたんだが、優秀小学校に行かせようかと思ってるんだ。あの有名私立の？ああ、いい教育にはいい環境が必要だ。優秀賞っていくらかかると思ってるの？1年で約159万だったよ。そんなにするの？そのお金は別のことに使って、ミツルにはのびのび過ごしてほしいわ。せっかくいい幼稚園に通わせたのに、民度の低いガキたちと一緒に6年間過ごさせるつもりか？でも6年間で約1000万も必要ってことなのよ。学費以外にもたくさんお金がかかるわ。家計を管理してるのも金を払うのも俺だ。お前は心配するな。6年間にどんどん昇級するし何も問題ないさ。今はそうかもしれないけど。パパ、ママ、どうしたの？ミツル。なあミツル、お父さんみたいな立派な大人になりたいよな。うん、なりたい。じゃあ、ふさわしい教育をさせないとな。受験に合格し、息子は有名私立小学校に入学した。受験費用は想定よりかかったが、両親に相談すると可愛い孫のために出してくれた。もちろんその金はいつか返すつもりだ。保護者はみんな品があるな。やっぱり近所の公立に行かせなくてよかった。タワマンに住むエリートはそれにふさわしい環境で過ごすべきなんだ。ただいま。もう寝てるのか。夕飯はチンしてくださいね。ローンのため、学費のため、終電時間まで俺はせっせと働いた。土日に出勤することもあり、家族との会話の時間は減る一方だ。でも頑張った甲斐あって、係長に昇格した。このまま頑張るしかない。そんなある日、後輩の女の子から相談があると食事に誘われた。話を聞くのも仕事の一つだろうって感じで。ただ年上ってだけでうざいんですよ。相談っておつぼねの愚痴かよ。しかもあのババア、ババアとか言っちゃった。ババアだからいいですよね。あのババア、高家さんのこと狙ってるみたいですよ。ああ、そうなの。ま、ババアだけじゃないですけどね。タワマン済みで、お子さんは有名私立小学校に通ってて、みんな係長に憧れてますよ。もちろん、私も。まあ、悪い気はしないな。そんな気持ちに気づかれぬよう、ジョッキを仰ぎ。気づいたら、狭いベッドで半裸になっていた。どういうことだ？あ、起きたんですか？昨夜は燃えましたね。あー、やっちまった。頼むよ、このことは。もちろん誰にも言いません。その代わり、私がババアにいじめられてたら守ってくださいね。約束する、約束するよ。手指切りしたのに、なんでこうなるかな。後輩社員と一夜を過ごしたことは、なぜか会社の知るところとなった。解雇は免れたが、降格が決定。さらに偏僻な部署に飛ばされた。幸江にはうまく理由をごまかしたけど、問題はお金だよな。役職手当もなくなるから、そこそこ減るんじゃないか。間の悪いことに、同時期に優遇金利期間が終了した。簡単に言うと、ローン返済額が上がるのだ。繰り上げ返済するつもりだったから、当初優遇プランにしたけど、こんなに学費がかかるなら一律の通期優遇プランにしとけばよかった。給料が減り、返済額が上がったことで贅沢する金はなくなった。正直に言うとカツカツだ。外食の余裕もなくなり、幸江に弁当を作ってもらっている。ボーナスは学費に回さないといけないな。でもそれじゃ次の固定資産税をこのままじゃ払えない。なんとか金を用意しないと。そうだ、家にあるものを売ろう。幸江、このオーディオデッキ売っていいよな。私はいいけど、こだわって選んだものなのに、あなたはいいの？数回しか使ってないからな。そのホームベーカリーも売っていいだろう。ねえ、お金が大変なんだったら、ここを手放して引っ越してもいいのよ。
ミツルを効率に転入させてもいいんだし。バカ言え、何のために頑張ってきたと思ってるんだ。今さら底辺の仲間入りをしろっていうのか。そういうつもりじゃなくて。つまらないことを言う時間があったらお前もタンスの肥やしを片付けろ。流行りの断捨離ってやつだ。はいはい。使っていなかったブランド服を売り、使わなくなった高級タンスを売り、あらゆるものを処分すると家はさっぱりとした。そして思っていた以上の額になった。いやー、断捨離はいいな。気持ちがさっぱりする。それはあなただけじゃない。私は最近その服お気に入りなのって最上階の人に言われちゃったわよ。あ？わからないの？その服しか持ってないのっていう嫌味よ。言わせておけ。ミニマリストっていう生き方もあるんだ。でも子供のおもちゃまで売ったのはどうかと思うわ。外で遊ばせればいいだろう。車も売ったのを忘れたの？徒歩圏内にいくらでもあるじゃないか。断捨離をして分かったことがある。当たり前といえば当たり前なのだが、余計なお金を使わなければ生活にゆとりが出るのだ。ダキストタワー間もなく完成。へえ、またタワマンができるのか。なあ、ここを売ったら買えるんじゃないか。寝言はいい加減にしてね。は？中古のここでいっぱいいっぱいなのに、新築のタワマンなんて無理に決まってるでしょ。なんだよ、さっきから感じ悪いな。最上階の人に何か言われたからって当たるなよ。あ、わかった。本当は最上階が羨ましいんだ。はあ、あなたのタワマン脳と一緒にしないでくれない。タワマン脳だと？住まわせてもらっておいてなんて言い方だ。はいはい、どうもありがとうございます。こんな殺風景なお家に住まわせてくれて感謝です。こいつ。俺は新築タワマンの資料請求をしたり、ファイナンシャルプランナーの相談予約を取ったり、引っ越しのために動き出した。新築に引っ越せば幸恵もミスルも俺を見直すに違いない。ただいま、ビッグニュースだ。今と同じ5階なら7220万で買えるらしいぞ。あれ、出かけてるのか。ミツルと実家に帰ります。そんなメモと共に置かれていたのは離婚届だ。意味がわからない。一体何が不満なんだ。理由を聞き出したかったが、幸恵の希望で弁護士を通しての会話となった。幸恵さんは一般アパートに引っ越しての再出発を望んでおいでです。タワマンを去って再構築するか、離婚してタワマンに住み続けるか、どっちかなんですね。そういうことです。それなら俺はタワマンを選びます。今さら1階2階に住めと。地面が近すぎて息が詰まりますよ。息子の養育費も全部俺が持つことだけを条件に離婚はあっさりと決まった。この家に引っ越して10年目のことだった。自由な身になった俺はすぐに新築タワマン購入に動き出した。まず今の家の売却だ。6000万ですか。中古ですし、その査定金額になります。俺は売却金で今のローンを返し、新築タワマンを新たにローンで買おうと考えていた。すでに返済しているローンは約2500万円、金利を含めると残りは約6500万。足りないのはあと500万か。貯金と次のボーナスでギリギリだな。幸いすぐに買い手が見つかり、今の住宅ローンはなんとか完済のめどが立った。だが課題はまだあった。仲介手数料だけで240万もするんですか。はい、あと手付金が350万必要です。合計590万。住宅ローンの返済でもうそんな金はないぞ。でもどうしても新築タワマンに住みたい。今さら後に引けない。俺は消費者金融で金を工面し、30年ローンを組んで7200万円の家を購入した。新築の匂いを嗅ぎながらの夜景は最高だな。7200万の価値に乾杯。部署移動の陰で笑っていた同期たちもまたタワマンを買ったと聞いたら目の色を変えていた。
やはりタワマンには力があるのだ。この夜景を見れなかった元妻と息子がかわいそうだ。しかし1ヶ月も経つと悪い点が見えてきた。駅まで徒歩20分以上あり、通勤が大変なことだ。スーパーも同じくらい遠い。節約のために自炊をしようにも大量の食材を持って20分も歩けない。はあ、車を売らなきゃよかった。引っ越そうにも金はない。前の家のローンと今の家の借金があるんだから我慢するしかない。トイレットペーパー買うの忘れた。今さら引き返すのは疲れるから、今日はティッシュペーパーで片付けよう。毎日遅くまで仕事をし、給料が入っても養育費と住居費でほぼ消えてしまう。俺は何のために仕事をしてるんだろう。くん、高家くん、まったく仕事中なのにぼーっとしていい身分だな。申し訳ありません。顔色が悪いな。体調が悪いなら病院に行くか。いえ大丈夫です。顔色が悪いのって空腹のせいだよな。昨日の夕飯はチンしたもやしにポン酢をかけたもの、その前の夕飯はチンしたもやしに塩コショウをかけたものだった。栄養不足なのか仕事に集中できない。きちんと食事をとるべきと分かってはいるが、きちんとした食事には金がかかる。そんなある日、上司と一緒に取引先の接待をすることになった。港区の最上階ですか。いやー素晴らしい。そう思うだろう高家くん。ええそうですね。いやーそれほどでもないですけどね。ちょっと地上まで距離があるというだけですよ。取引先の男性は最近マンションを買ったらしく、さっきからその話題ばかりだ。でも子供が喜んでいるのはいいですね。夜景を見ながら子供のピアノを聴くのは最高な時間ですよ。妻の晩酌付きです。いやそれは羨ましい。子供がたまに階段で帰ろうって誘ってくるんですけどね、勘弁してくれって感じで。そんなやりとりも楽しいですよ。お微笑ましいですな。なあ高家くん。ええそうですね。これはお世辞じゃない。俺だって幸江の手料理をつまみながら晩酌したかった。息子と手をつないで階段を上りたかった。どうして俺ができてないことがこいつにはできてるんだ。どうしてどうしてどうして。何するんだ。おいやめろ。取引先の相手を殴り、俺は会社をクビになった。今日から9月ですね。学生の皆さん、宿題は終わりましたか？この前まで5月だったのに、いつの間にか9月になってたのか。曜日も日にちもわかんねえよ。このところ毎日酒を飲んで過ごしている。転職活動をしなければならないんだろうが、まだその気力が湧かない。来客だと。はいはい、お待ちを。いってえな。なんだよこの壁。あ、この前ビール瓶ぶつけて穴開けたんだっけ。新宿のくせに脆いのが悪いんだ。高家さんのお宅でしょうか。はい、そうですが。裁判所の執行官です。競売開始決定通知書はご覧になりましたか。競売…なんだって。住宅ローンの支払いが滞っているので競売にかけられることが決定したんです。お邪魔します。おい勝手に上がるな。俺の家だぞ。裁判所の命令ですので。勝手に写真撮るんじゃねえ。いい加減にしろ。硬いものが砕ける感触だった。あ、やばい、やっちまった。おい待て、ここは5階だぞ。あ、気づきましたか。目を覚ますと病院だった。体中が痛くて動かない。5階から飛び降りて手足の骨折で済んでよかったですね。飛び降りた。ええ、最上階じゃなかったのが幸いしましたね。ただ、
何も覚えてない。目を覚まされたところすみません。ちょっとお話いいですかな。警察の人ですか。ええ、執行官に暴力を振るったことについてお話聞けますか。暴力？何のことですか。俺そんなことしませんよ。そうですか。でも医師の診断書も証言もあるんですわ。これ暴行罪の逮捕状ね。逮捕状？警察官は俺がやったことを話してくれたが全くもって覚えていない。その後俺の住まいは刑務所になった。チャンネル登録はもうしてくれた？よかったら他の動画も見てみてね。動画の感想もコメント欄で待ってる。